です。今日はこちら、じゃじゃん、パナソニックのイオンエフェクターを初めて購入してみたので一緒に使ってみたいと思います。ちょうど今はお風呂上がりして、髪の毛だけは乾かして、ちょうどいいタイミングで寝る前にこれを試していきたいと思います。初めてこういうイオンの機械を購入するんですけど、この間安くなってきたので購入してみました。今までスキンケアはそんなに機械を使ったことないのですごく興味あります。そしてなぜ購入していたのかって、専用の美容液を使わなくちゃいけないっていうこともないし、だから今まで自分が使っているあのスキンケアはそのままの上に使えるのはすごくいいと思って、そして2番目はこちらの温度の設定は2つがあって、暖かいはもちろんあるし、でもその上に冷たいクールモードもあって、そこはすごく大事だなと思って、肌はなんか冷たいものに当たったら毛穴がちっちゃくなるから、そこはすごく興味を持ってて使ってみたいなと思います。それでは一緒に開けてみましょう。ちなみにこちらの番号は EHST75 です。一番最近出たものです。はい、そしてこちらで説明書と、この中に入っているはい、こちらです。その3つものが入っています。これ本体です。キャップもついています。充電器です。なんかこれはバッテリーじゃなくて充電でできるのですごく便利だなと思います。そしてボルトは100から240まではいけるから、海外でも使えるので一緒に持っていきたいと思ってるからすごく便利です。これはそのコットンを当てはまるものです。なんかコットンをここに置いてカチャってなるとコットンを固定はできるので、これは一緒についています。こんな感じです。クイックマニュアルの方は一緒に見ていきたいと思います。お、電源はもう入ってる、すごい。ここによって4つモードが入っていて、スキンクリア、リズム保湿、クールとブライトニングの4つモードです。1番目はスキンクリアの温かいモードで3分です。肌に優しく古い角質や汚れを取り拭きたいとき。2番目はリズム保湿で温かいモードで3分です。化粧水の保湿成分を角質層まで届けたいとき。そして3番目はクールで、こちらは冷たいモードで2分です。冷や刺激で肌を引き締めたい時。そして4つ目のモードはブライトニングで温かいんで3分です。こちらはビタミン C を角質層までしっかり届けたい時。ビタミン C が含むアイテムを使った方がいいみたいです。1回押したらスキンクリア、2つ目だとリズム保湿、3つ目はクール、そして最後はブライトニング。イオンレベルのボタンです。こちらは2つ選択があって、1個目は弱い、2つ目は強いって選べれそうです。そして温感を選べれるみたいです。こちらは一番低いレベルと中ぐらいのレベルと高いレベルとオフになれるみたいです。4つの選択です。どうやって使うのはちょっと説明はあります。モードごとにあのおすすめの順番と、あと押し方は全部説明してあります。リズム保湿モードと、あとブライトニングモードは使うものによってまた違う動きがあって、こちらはシートマスクと一緒に使うとき、クリームと一緒に使うとき、マッサージクリームと一緒に使うときと、あとアイクリームと一緒に使うときに、なんかいろいろ順番で動きもあります。ここは1日11分までは使えるって、そしてモードごとも3分、2分と3分だから、モードを組み合わせたおすすめプランのところにいろいろ組み合わせて、プランもなんかおすすめが書いています。ベーシックプランだと8分のベーシックプランです。
そしてこちらは、フールプランの合計は11分です。最後のクイックプランだと5分です。せっかくなので、私はフールプランでやっていきたいと思います。まずコットンを当たって、キャップをつけます。はい。こんな感じです。コットンつけてから、化粧水をつけます。いきます。これで OK かな。説明書で読んだら、ちょっと肌がピリピリするなら、化粧水が足りないとかの原因になるって書いてたから、ちょっとたっぷりでつけときました。髪の毛を、それではこちらスキンクリアモードは1から6の順で肌を優しく撫でるようにゆっくり動かすって書いてます。始めましょう。温度とあとイオンネブルは両方フールモードでいっていきたいなと思います。ここはちゃんと捕まってここを捕まないといけないんです。なんか電流の流れがこんな感じになってるから、ここに肌に当たるとちょっと音は出てる。これ掴まないと振動はしないね。すごい。はい、じゃあ行きます。3分に経ったら自動オフにする。振動がすごいドドンって、そんなに暖かくはないと思ったように全然冷たいっていうか普通。それか私お風呂上がりだからちょっと体が熱すぎるかも。あ、自動オフになった。すごい、なんかね汚れがついてる。私顔2回くらい洗ったのに、なんで？なんか思ったより全然暖かくはない。もう普通の温度みたいんです。この順番行くとなんか化粧水が届けない場所もちょっとあるかも。なんか例えばこの辺とか目の周りとかは化粧水は当たってないと気がするので、私だったらもう1回手で化粧水をちゃんとつけてから行きます。一応届いてないところをちゃんとつけます。ではリズム保湿モードです。もう一個つけます。はい、 OK です。軽く押し当てたり離したりを繰り返しながらゆっくり動かすって書いてて、これ2回押してリズム保湿が青になってるんです。わぁ、ビビビビビってすごい。これで合ってるのかな。もうオフになった。こちら全然汚れがついてないです。よかった。うん、まあまあいい感じです。続いてはもう一回リズム保湿モードまたはブライトニングモードです。クリーム、アイクリーム、マッサージクリーム、美容液は全然何でもいいみたいんで、まあ私普段のスキンケアです。こちらはヒアルロン酸です。ここは少し。続いてはこちらです。ビタミン C のセラムです。こちらも2つ。続いてはこちらです。美容液です。これは1個。アイクリームです。
そして夜はクリームを使います。全部つけときました。私はビタミン C のセラムを使っているので、ブライトニングモードを使ってみたいと思います。4、ブライトニングモードは光ってます。手はちゃんとここに当たってます。お、少しヒリヒリ感、これはもう何もついてない状態です。はい、終わりました。今回はコットンが挟んでいなかったから、クリームが薄いところは少しピリッとなったところはあるんですけど、まあそんなに気にならないんですけど、それ以外は温かいところは少し感じられたんですけど、でもやっぱりなんかすごい温かいとかは言えないんです。それでは一番最後のモードのクールモードに行きたいと思います。こんな感じ、もう始まった。あ、ファンがついている。おお、冷たい。すごい、そんなに早く冷たくなるんだね。氷まではそんなに冷たくはないんだけど、似たような感覚です。お、終わりました。それでは今回はパナソニックのイオンエフェクターを初めて使ってみました。そしてまあ第一印象だとすごく面白いです。まあ私スキンケアはそんなになんていうの、結構パパって終わるようにしてるんだから、なんかこれを使うともうちょっとなんか意識をしながらスキンケアをちゃんとやっていくっていうところもすごくいいし、ちょっとね、なんかマッサージの感覚で、ゆっくりでやってもいいかなとは思います。今回購入した理由は、やっぱりその2つ温度の設定もあるし、温度のマックスにしてもそんなに気にならないので、オフになってもなんか変わらないかもしれないって思ってる。そしてイオンレベルもヒリヒリするとか、刺激が強かったら低い設定も使える。私だったらそんなに気にならないので、そのままマックス、両方温度とイオンレベルをマックスで全然いいかなと思います。そして今回は全部フルプランで使ってみまして、楽しいです。違うとかは、まあ、なんか今のところはそんなにわからないので、1回目で使うなら。なので、これはまた使い続いてて、来月とか、もうちょっと長い、期間で使ってみて、また報告しようかなと思います。でもやっぱり楽しいです。で、1日1回くらいで使ってみたいなと思います。クールモードのところはすっごく面白かったです。オンにしたらすぐすっごい冷たくなってるんです。毛穴をシュッてなるんです。私はやっぱりこの辺はこれからその毛穴を引き締めるかどうか見ていきたいと思います。ちょっと楽しみにしてます。これ以外の効果はやっぱりその保湿効果とあとブライトニング効果もあるので、特にこの夏だと日差しも強くなるので、これからも見ていきたいと思います。とりあえず第一印象はすごく面白いし、ゆっくりでマッサージとか自分の時間とか、ちょっとメディテーションっぽくっていうか、なんかゆっくり自分の時間をとって肌のケアをしっかりできる時間はちゃんと11分とか8分とか5分とか、これのプランによって時間が変わるんですけど、なんかしっかりスキンケアはやっぱりできるっていうところはすごくいいなと思います。それではいつも通りのレビューとかの試し動画とかによく出てるポイントをつけたいと思います。今回は1から10まではつけたいと思います。1はあまりおすすめできないんで、10は超おすすめです。はい、それでは今回のパナソニックイオンエフェクターの機械は8ポイントをつけたいと思います。8っていうのはやっぱりすごく
面白いしいいとは思うんですけど、今のところはまだ効果あるかどうかまだわからないので、これからはまた見ていきたいと思います。すぐは効果あるかなって、まだわからないので何も言えないんですけど、まあちゃんとスキンケアの時間は取れると、あとそのクーリングのところはすごく冷たいし、それは本当に毛穴を引き締めるとは思うので、そこは効いてると思うんです。だからちょっととりあえず8ポイントをつけて、あのこれから1ヶ月2ヶ月後にまた何か効果は感じられるかどうかまた報告したいと思います。はい、それでは今回はパナソニックのイオンエフェクター初めて試してみて、そして軽くレビューの動画でした。皆さんもなんか美容用の機械とかは使っていますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おやすみ。もうこれで寝る。Thank you.